やっているトレーニング、簡単でおすすめのものを紹介していきたいと思います。イエーイ。カレンさんはめっちゃあのお家でトレーニングしてるイメージありますね。お家でもやるし、最近はボクシングにハマってて、ボクシングジム行ったり水泳したり、いろいろ有酸素系は私はいっぱいやる。でもこっちゃんもすごいトレーニングする。私も筋肉がすごいイメージがあります。そうか、だからかそうと思うのかな。朝起きてトレーニング軽く毎日続けられるやつだけしてます。お家でできるやつ、はい、じゃあ今日はそれを紹介していきます。イエイ。私が今日紹介するのは、裁判入る前にすごい太ってたんですけど、痩せる時にずっと欠かさずやってたトレーニングが体幹のトレーニングになっていて、今日はその中からテレビを見ながらでもやりやすいトレーニングを紹介したいと思います。これは簡単なんですけど、横向いて肘をつきます。で、肩は前に倒さないように抱きながら こう持ち上げる。で、このまま1分キープします。で、1分キープしてからちょっとまだ余力があったら上下していくと、ここがすごいキュッと引き締まってきます。という感じでやっていきたいと思います。では始めたいと思います。おー、頑張ってます。これは絶対きついやつだね。そう、きついんですけど、かなり効いてる感じがあって、テレビ見ながらできるんですので、これはお家でもやってるんですか、はるかさん。はい、止めてます。テレビ見ながら。すいません、寝た。暑くなってきたりやると。腹筋切れてます。で、これは、はい、こう。上下に。ギュッと。やっていく感じです。これは1分。いいのかな。そしてから、まあ、私は10回すごいやってます。ああ、終わりました。終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、私からは、よくお家でもやってる簡単なお尻のエクササイズを紹介していきたいと思います。まず膝を立てて肩幅に開いておきます。よくあるこう両足つけたままこれよくやるよね。これはすごく、これもこれですごく見た目以上に効くんですけど、今回は片足ずつ切り替えていくんですけど、この置いてる方の足はかかと重心で、かかと意識して踏み込むとすごいお尻に効きます。その時に裏ももをかなりストレッチされてる感じを意識してやってください。以上です。これを左右10回ずつやってみてください。それではやっていきます。はい、どうぞ。カレンさん、あ、すごい。これお尻のどこに来てるんですか。これはお尻の上の方の筋肉です。ここかなり、これ週どのくらいになってるんですか。気が向いた時にいつでもやってます。寝る前とかお家でいつでもできます。テレビ見ながらやってください。めちゃくちゃそうです。テレビめっちゃ効きそうですね。上尻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 で大事だよね。そこにつけたいよね。下側だとさ、どんどんお尻さ垂れて四角形になってくじゃん。なんか座りすぎてお尻が四角形になっちゃったの。わかります。だから上、お尻の上の方にするためにはこういうかかとに入れるとすごい、お尻の上の方セクシーですね。はい、私が紹介するのはお腹がちゃんとしっかり割れる腹筋を紹介したいと思います。はい、まず V 字腹筋して右足を左手つま先を持つ。これを繰り返していきます。はい、それで結構腹筋が割れます。これは3分やるんですけど、3分でこれを、20回繰り返して、そのままキープします。キープして、もう1回20回やって、またキープ、20回やってキープすると
えぇ、ー、はい、キープしてる。何秒でいい？適当に30秒ぐらい。20秒。はい、20秒。20秒キープ。はい、20秒キープして、もう一回20回やって、はい、20回やってみます。こうすると絶対腹筋効くので。え、これを3分？3分ね。だから好きな音楽にかけて、好きな音をかけてやると、どんどんやっていくうちに足が下がるね。ちょっとここまで、ここでやっちゃう方がいるんですよ、下げて。そうじゃなくて、ちゃんとここ綺麗あり出して、思いっきりここに、ちょっときつくてできないんですけど、こんな感じで。これは割れるね。そう、なんかやるとこのぐらいめっちゃ綺麗につきます。そうなんです。疲れた。コメントもお願いします。ありがとうございます。